子供の頃の飼育小屋の動物、殺してた奴が分かった。子供の頃、まあ小学生の頃って、飼育小屋で生き物飼ってたことを覚えている人は多いと思う。なんで飼ってるのかとかは分からなかったけど、生き物係とかもあったのを覚えている。俺は生き物が好きだったから、小学1年からずっと生き物係をやっていたんだ。うちの小学校では、確かウサギと鳴かない鶏、あと小さな池に金魚とかがいっぱいいた。で、俺は小学校1年の時に大阪から転校してきたんだ。それで、この時登校する道が同じだったのが友人だった。これを友人O としておく。O は頭が良くていろんなことを知っていた。運動は得意だったけど、あまり好きじゃないタイプだった。目立つのが好きじゃなかったんだと思う。なんていうか、独特なやつだった。王は小学1年からの付き合いで、3年生くらいまでは学校でもすごいできた生徒だった。多分皆が、こいつは中学は私立に行くんだと思っていた。けれど4年生になってから、王はテストでいい点を取れなくなった。いや、取らなかったのかもしれない。目立つことがあまり好きじゃなかったやつだし。そんな時だった。夏休みが終わってからだったかな。俺のクラスで飼っていたメダカが死んだ。最初はみんな寿命で死んだんだと思ってたし、俺は一匹が死んで水が腐ったんだろうと思った。だが先生たちが何か騒いでいたのを覚えている。というのも、後日判明したんだが、別のクラスでも飼っていたメダカが死んでいたんだ。さて、こうなると学年では、メダカを殺した奴がいるんじゃないか、という話で持ち切りになった。やっぱり男子ってこういう話が好きなのもあって、あいつ犯人じゃね?とか、三組の奴らがやったんだ、とかいう話で盛り上がっていた。俺は生き物係だったこともあって、生き物をいたずらで殺されたのが許せなくて、犯人探しに躍起になっていた。そこで別のクラスになっていた王に相談してみた。ちなみに王のクラスのメダカは死んでいなかった。メダカ殺したのって誰だと思う?さすがにわからないな。皆が言う通り三組の人だとしたらすぐにわかるだろうし。やっぱり病気じゃないかな。え?そんな一気に二つのクラスのメダカが病気で死ぬの?わからないな。まあ水が汚れないと一気に死なないと思うし、誰か毒でも入れたんじゃないの?こんな感じの話を王の家で話してたのを覚えている。毒。そう言われても、俺はピンとこなかった。当たり前だ。小学生が思い浮かべる毒のイメージなんて、瓶に入ったものとか、手をつけたらあっという間に溶ける塩酸みたいなものしかない。身近な毒物がどういうものかなんて、わかるはずもなかった。そうして犯人探しのブームも過ぎ去り、春になった頃だった。三件目の事件が起きた。池の魚が死んだ。池といっても中庭の小さな池だったんだが、そこの魚が大量に浮かんで死んでいるのが見つかり、大騒ぎになった。俺はこの中庭の池が好きで、よくここで水カマキリとか取っていたから、すごいショックだった。そしてそこから俺の悪夢が始まった。俺がよく中庭に来ているのは皆が知っていたことだった。つまり犯人探しの矛先は俺へとだんだん向かい、俺が池に毒を流したんじゃないか、みたいな風潮ができた。もちろん俺はそんなことはしないし、俺が生き物を好きなのを知っている人はかばってくれた。俺はあだ名が虫博士だったけど、その時から一部で、虫殺し博士とか死神とかいう不名誉なあだ名をつけられてしまった。そんな時、
俺のことを真っ先にかばってくれたのが王だった。多分こいつは一番の友達だと本気で思った。多分親友的なものだと思っていた。クラスで遊ぶ友達が減った俺は王の家に入り浸るようになり、スマブラにはまった。冬休みは王とスマブラやりながら、真犯人は誰かという話をした。池の魚殺したのは誰なんだろうな。誰かはわからないが、多分そいつは今頃笑っているか苦しんでいるかのどっちかだと思うよ。俺はこの時の王の言ったことがあまりよくわからなかった。結局その後は普通にスマブラやって帰ったのを覚えている。冬休みが明けて進展があった。クラス替えに移る前の大掃除で、掃除用具入れに入れてあったあるもののことで大騒ぎになった。それは洗剤だった。俺のクラスの洗剤はだいぶ減っていたのもあって、夏休み前の大掃除の後、先生が予備で買い足していたんだ。しかしその新しいはずの洗剤は、ほとんど入っていなかった。先生に女子が、洗剤がない、と報告しに行ったその時、皆の目が俺を疑う目になっていたのを覚えている。俺は大掃除が終わった後、先生のところに行って話をした。まあ、子供らしい話で、真犯人を見つけて俺が無実だって証明したいから手伝ってと相談したんだ。先生は困った顔をしながら、わかったわかった、と言いながら、俺を軽くあしらった。そして終業式の時の帰りの会の時だった。今でも忘れられない。みな目をつぶって机に伏せてください。洗剤を勝手に使った人、怒らないので手を挙げてください。誰も動く音がしない。当たり前だ。俺はこの先生は大馬鹿のトンチキ野郎だと思った。そして五年生になった。虫殺し博士のあだ名も皆飽きたのか呼ばれなくなって、俺は安心してきていた。王は相変わらず別のクラスになったままだった。俺は生き物係を継続してやるかどうか迷ったままだったが、誰もやらないならということで結局やり始めた。ちなみに他がどうかは知らないけど、俺のところは五六年生から、小屋の掃除とかもやるようになるのがルールだった。課外活動で生物クラブに入った俺は、この頃がとても楽しかったのを覚えている。虫とか爬虫類をいろいろ飼って親に怒られたな。そんなある日のことだった。確か6月くらいだったと思う。不審者が生き物を殺しているとの噂が回ってきた。実際ただの噂じゃなくて、被害が出たこともあって、そこそこのニュースにもなっていた。結局連絡網に、最近犬や猫を殺している人がうろついている可能性があり、登下校は気をつけるように、みたいなことを書いてある文があった。集団登校と集団下校になって、面倒くさかった。それからしばらくしてからだろうか。バラバラになった猫が発見されて大騒ぎになった。そしていつものように山に虫取りに行った俺は犬の死体を見つけて交番に行った。さすがにただごとではないとなって警察の人たちも巡回しだしたその時だった。鶏とウサギが殺された。朝の会で校長先生が命の大切さについて話していた。俺はクラスの奴から犬の死体を見つけたこともあって犯人扱いされていた。学校に行きたくなくなり、王とつるむ時間が増えた。しかししばらくして、この話は収束を迎えた。警察が犯人を捕まえたんだ。犯人は猫の鳴き声が嫌いだからという理由で暴れたこともあるおっさんだった。犯人も捕まったし、よかったよかったとなり、俺の冤罪も晴れて、これで今まで通り
になるはずだった。俺は何かおかしいと思った。というのもまず、俺が見つけた犬の死体は学校から2キロは離れた場所だったんだ。さらに警察の人と確認した時はわからなかったが、後から野犬だと判明したんだ。しかも、のたれ死に。つまりあの犬は今回の騒ぎとは関係ない。それを俺は学校で犬が殺されていると勘違いして騒いでしまった。ウサギはそれに合わせる感じのタイミングで殺されたんだ。あれ？もしかすると、ウサギとニワトリを殺したやつって他にいるんじゃないか。そう思いながら、実は犬がのたれ死にしていたことを誰にも話さないまま、学校は卒業した。なんというか、誰にも話してはいけない気がしたんだ。俺が犬が殺されていると話した相手は、王を含めた何人かだったから、そこから話していった人に犯人がいるんじゃないかって思ったんだ。なぜなら、部外者が学校に入って飼育小屋の扉を破壊して、生き物をわざわざ殺すなんて面倒なことするとは思えないし、メダカのことはなおさらおっさんが関係しているとは思いにくい。そう考えた俺は、誰にもこの考えを話さないまま中学に進んだ。中学に入ってからは、王は地域別の中学に移って疎遠になった。中学では特に何もおかしなことは起きなかったし、問題も一つしか起きなかった。しかしここで俺は、あるヒントに気づくことになる。それはクラスの流行りで、休み時間に筆箱を開けて中にいたずらをするというしょうもないものについてのことだ。俺も何度かやられて何か仕返しをしてやりたくて、筆箱を開けると防犯ブザーのピンが抜けるようにして筆箱をわざと机の上に置いて外に出た。案の定誰かが引っかかって防犯ブザーが鳴り、それ以来俺の筆箱には誰もいたずらをしなくなった。その時の友人に話を聞くと、筆箱開けたら大きな音がするのは分かったから、あまり相手にしない方がいいや、と思った、と言われた。この時俺は、はっと気づいたことがあった。鶏である。音が出るから触りたくない、と言われて、俺は気づいた。外部の人間が飼育小屋を覗いて鶏がいた場合、わざわざ殺しに入っていくのか。普通は鳴く鳥がいるのに入ろうとする人はいないだろう。何せ鳴き声で人が気づいて、その場でとっ捕まるのが関の山だ。だが犯人は、鶏もウサギも殺していた。鶏が鳴かないことを知っていなければ、普通はできない。しかも小学校の鶏が絶対に鳴かないことはあまり知られていなかったんだ。親はもちろん、学校の生徒も知っている人はあまり多くなかったと思う。このことに気づいたとき、俺は犯人がだんだん絞れてきた気がした。そして高校生になってから、俺と王はまた同じ高校になった。俺は髪の毛を染めたが、王は染めなかった。やはり目立つのが嫌いなのは変わってないんだな、とちょっと思った。そして心の中の疑念に気づかないふりをして、王とまた友達付き合いをしだした。やっぱり王はスマブラが強いままだった。でも、何かが違う気がした。王は小学校の時と比べて少し、影が増えた気がした。でも、それが大人になることだって思っていたんだ。王は頭が良かったし、大人なんだって思っていたんだ。そして、高校3年生になった時だった。受験シーズンが終わり、王の家でのんびりしている時だった。王が飲み物を買ってくると言って、外に出ている間だった。俺は王の部屋でゴロゴロしながら、何か面白いゲームでもないかな、とゲーム棚を漁っていた。
そして王の本棚が目に入った。ちょっとだけ王の本棚が気になって本棚を漁ったことを今でも後悔している。俺はエロ本とかあったらいじってやろう程度だったんだ。本棚には彼が好きそうな推理物がたくさん詰まっていた。だけどその推理物はすでに埃をかぶっており、もう読まなくなって日が経つことを示していた。代わりに目についたのは、何度も読み返したであろう跡が残る本だった。パリ人肉殺人事件の本だった。そしてもう一冊は絶歌だった。なんだろう、この感覚は。まるで見てはいけないものを見てしまった気分だった。よく見ると王の持つ本は共通して人が死ぬものばかりだった。メダカ、池の魚、犬の死体、ウサギと鶏を無意識のうちに結びつけようとしていた。毒を入れたんじゃないか。王がそう言ってから洗剤は見つかった。音が出るかもしれないから触らねえよ。王は鶏が鳴かないことを知っていた。犬が殺されていたと勘違いして話した相手は王だった。もしかすると。でもあの時、王はかばってくれた。そんな奴が犯人なわけがない。俺がそう思いかけてから引っかかったものがあった。かばってくれたから王じゃないという証拠はどこにもない。疑心暗鬼になっていたし、これ以上は失礼すぎる。何よりこいつは友達なんだ。そう思った。でも俺はこの頭に浮かんだ問題をほっぽり出したくはなかったんだ。俺は王と別れた後、いても立ってもいられなくなり、小学校に電話をした。しかし、誰も当時の先生はおらず、無駄足かなと思った時だった。確か6年生の時の担任が、卒業と同時に定年退職していたんだ。俺は当時の連絡網を漁り、急いで電話をかけて話す時間を作ってもらった。数日後、俺は先生の家を訪ねて、思い出話に花を咲かせながら、当時のことについて切り込んでみた。ウサギが殺されたことに関して、隠していることはありませんか、と。先生は顔を怪訝そうに曇らせた。俺は何かあったと確信した。先生は深くため息をついてから喋り出した。まずあの時捕まったおっさんは、猫は殺したが、ウサギと鶏は殺していないこと。次に警察から、もしかするとウサギと鶏については内部犯の可能性がありますが、捜索しますか、と言われて断ったこと。そして親に連絡も回して、犯行時刻に誰がいなかったかが分かったこと。俺はそこで、その中に王はいましたか、と聞いてしまった。先生はびっくりした表情で、王君を疑っているのかい、と聞いてきた。俺は少し迷ったが、うなずいた。王は犯行時刻に家にいなかった。しかもそれだけではなかった。実は王はメダカの件の時から何人かの先生に疑われていたらしい。しかし教師が生徒を疑うようなことは大きな声で言えないし、何より学校側は黙認したがっていたこともあったからだ。しかしウサギの件の後、先生方は王が犯人であるとの見方が強まったというよりは、ほぼ確定したようなものだったらしい。というのも、王は小学3年生くらいの時からわざとテストの点数を落として目立たないようにしていたり、体育の時間の時もあまり他人と関わらなかったりと気になる部分が増えた。しかしそれでいて異常にプライドは高く、馬鹿にされたりするのが大嫌いであり、そのストレスを物に当てたりして発散していたらしい。
特に4年生になってからはその傾向が強まり、このままでは良くないのではと思った矢先にメダカが突然死んだらしい。教員の中には王が自分のクラスのメダカを可愛がっているのもあり、そんなことをするはずがないという話も出たらしく、結局うやむやになってしまった。しかし先生は王が犯人だろうと思っていたらしい。というのも先生は王が自分が大切にしているものはすごく大事にすることを知っていたからだ。つまりストレスの吐け口として生き物を殺すようにはなったが、自分が可愛がっているものは殺さないタイプではないかと。自分の所有物を傷つけられるのは我慢ならないタイプではと。だから王のクラスのメダカは死ななかった。そしてメダカが死んでからは目に見えて彼の態度は良くなり、誰かとぶつかることもなくなった。だが誰も王に問いただすことはしなかったし、それをする雰囲気ではなかったらしい。もし王が暴れ出したら、そうなった場合、どうなるかは予測できなかったこともあり、戦々恐々とした日を送っていたとのこと。俺はそれを聞いて、なぜあの時王が俺のことをかばったのかが分かった気がした。俺たちの間に対等な友情関係などなかったんだ。いつからかは分からないが、王は俺のことを所有物として見ていたんだ。俺は話し終わって先生に礼を言って家を後にした。全身の震えが止まらなかった。王と長い付き合いだが、絶対に俺に見せない一面があったんだ。いや、俺にしか見せない一面があって、その他を見せることはないと言った方が正しいのか。数日後、どうにか落ち着いた俺は、いつものように王の家に行き、王の部屋に上がった。どうしたんだ、という王に、俺は単刀直入に言った。ちょっと、懐かしい話だけどさ、なんでわかった?俺は絶句した。目の前にいる王が王じゃない気がした。いや、こっちの姿こそが本来の王じゃないかと思った。なんでわかった?誰から聞いた?何も言えなかった。ただただ恐ろしくなって、俺は急いで王の部屋から飛び出した。後を振り返ることもなく、俺は家に帰って、携帯から王の番号を消した。吐き気がひどくなって、何も考えたくなくなった。王から連絡は来ていない。